われた。こいつがですね、見えなかったんです。ハードディスク全部こうやって全てのファイルが入ってたんですけどね、全部見えるようになった。一度消えてしまったファイルがこの、これすごくおすすめです。これ簡単でパーティションリカバリーで進んで最後アプライを押すだけで、こいつが今まで散々いろんな有料ソフトでダメだったんですけど復活しました。本日の一本こちら、1950年代のアメリカかな、ヴィンテージ、めちゃめちゃ綺麗な生地です。これでさ、ここアルミです。メガネっていうのはですね、結構最先端のカーボンとかその時代時代の先端のものを取り入れてたんですけど、これもこの当時アルミがねすごい流行ってて、取れてもすごいいい品質のアルミを使ってます。まあ重くても 10g ぐらいなんですね。メガネは高級材料を使いやすいという。このシルバーとゴールドのコンビの色合いとこのグラスの色、もうすっごくいいメガネです。これ状態レッドストックですごいいいし、かっこいい。ヴィンテージ50年代。インターネット上にも荷物を突き落としたり放り投げたりと乱暴な空港職員の映像が多く投稿されています。変だな。さらに海外の空港では航空会社の職員による貴重品の盗難が相次ぐなど、荷物の取り扱いに関しては不安が残りました。そんな中、世界一と評された丁寧で早い関空の荷物の扱い、その裏側に潜入しました。